サイバーフロントですわよ。ガルチですわよ。 どうした？なんだ、寝言か。あれ？ペリーヌじゃん。何やってるんだ、あいつ。よー！どうしたんだ、ペリーヌ？ いきなりって、私らの方が先にここにいたんだぞ。あら、そうでしたの。ではごゆっくり。あれ、そんだけ？どうしたのさ、いつもなら何サボってらっしゃいますのとかうるさいのに。ガリアのネウロイは消滅しましたし、よろしいんじゃありませんこと？ にしては、さっきからガリアの方ばっか気にしてるね。当たり前でしょ。ガリアが解放されたからには、私も戻って復興に奔走しなければなりませんもの。祖国に思いを馳せるのは当然ではありませんこと？でも、それはそれとして、少佐と別れるのは嫌ってところ？あ、あと宮藤もか？ あんなマムラの気を。なんだよ、気を使ってやってんのに。結構です。ん？空母？
そんなはずはありませんでしょ。だって赤城は私たちが。でもほら、あら、確かにあれは。あー、もううさいな、目覚めちゃったじゃんか。おお、ルキーニ起こしちゃったか。悪い悪い。あの船が天城かな。天城？なんだそりゃ。昨日みんな中佐と少佐が話してるの聞いたんだよ。赤城と同じ形の船が基地に来るって言ってた。なるほど、そういうことか。じゃあやっぱりあれも不走の空母なんだな。そうじゃないかな。少佐の昔の相棒が乗ってるって言ってたよ。え？あ、相棒？どんな人ですの？なんか言ってたけど忘れた。思い出しなさい！早く！今すぐ！さあ！おう、落ち着けペリーヌ。首が縛ってる。おにゃか。私としたことがごめんなさいね。もうそんなに気になるなら言ってみりゃいいじゃん。もう確かにその方が早そうですわね。大丈夫か、ルキーニ。すっかり目が覚めちゃったよ、ペリーヌのやつ。私もだよ。まったく。そうだ、私たちも行ってみようよ。そうだな、どうせ暇だし、ペリーヌがどんな顔してるのか見てる方が面白そうだな。うん、シシシシシ。じゃあ追っかけよう。たちも上がらせているが、まだ時間がかかる。お前たちが一番早い。大型が1機、それに護衛の小型多数がまっすぐに基地を目指している。やっぱり目的は基地か。大型ネウロイの迎撃に向かいます。ああ、急いでくれ。頼んだぞ。了解。
さ。やろう。ダメでした。詳しいことはわからないけど、きっと大切なことだと思うよ。そっか、一体なんだろう。あれ、まだシャーリーさんとルッキーニちゃんが来てないみたい。あの人たちはいつまでたっても。よーし、間に合った。ミーナ中佐たちまだ来てないよね。当たれ。
頼むよ。任せた。当たる。